皆さんこんにちは、まさか翼です。今回は先日韓国にお仕事兼プライベートで旅行に行ったんですけども、その時にいろいろお洋服とかスキンケアを買ったので購入品動画を撮りたいと思います。なので最後まで見ていてください。よかったらチャンネル登録してみてください。というわけで、いつもだったらさっさとしまってしまう私なんですけど、もしかしたらみんなが購入品動画見たいんじゃないのかなって思って帰国してすぐにちゃんと並べました。それがこちらです。じゃーん。ちょっと手動だわ。じゃーん。こんな感じでたくさん買ってきました。なので1個ずつパンパンと紹介したいと思います。これで見えてるかな。まずはお洋服。ここにずっと行ってみたかったんだ。ヒムキヒムの韓国のドムブラ行ってみたくて買いました。 T シャツです。これはね、サイズがね S サイズとかでこれぐらい、メンズの S なのかな、ユニセックスなんですけど、白 T が欲しいと思って買いました。このハートがついてるのが買いました。場所で言うと表参道的なとこにあるって言ってて、割と高級街なとこにありました。シルバーのベルトも買った。デニムも買いました。じゃーん。ロゴがネームタグみたいなのがバーってついてて、めっちゃ可愛いんですけど、最初店員さんがその24インチ履いた方がいいんじゃないかって言っててくれて履いたんですけど、24インチだとちょうど良すぎるというか、私やっぱオーバーサイズが好きなので、これは29インチのやつにしました。29インチだとこう大きすぎるよって言われたんだけど、29にしてこうダボダボみに履きたいなと思って下を折って履くことにしました。だから24とかは画像で載せます。こんな感じです。割りこう綺麗めな感じで着れるかなと思うんですけど、私はやっぱメンズっぽく履きたいので大きめを買っちゃいました。めっちゃ可愛かったです。早速ドラクエしてその後街へ旅立ちました。なので Vlog もよかったら見てください。メガネも買いました。ここにパールがついてるんですよね。こういう感じ、ここにパールがついてます。可愛いんですよ。こうシルバーフレームでワンポイントついてる感じが個性派っぽくて、シンプルなお洋服の時に着たいなって思いました。で、ここも行った。こっちはマーティンキムかな、なんか韓国のねおしゃれな子たちがみんな行ってるよって言って連れてってもらいました。中はこうユニセックスなんですけど、ストリートっぽいような感じと、こう韓国のいわゆるこうピチピチでボトムス緩いみたいなファッションが多かったかな。で、色はもう白か黒かグレーしか置いちゃいけないのかってぐらい韓国ってもう白、黒、グレーばっかりなんですよね。それがね、めっちゃ不思議だった。すごい色は全体的にこうグレーみがかってるというか、サイドが低くて私はすっごい好きでした。で、そんな中ハイソックスを買いました。最近こういうちょっとロゴが入ってるようなハイソックスを買うのが好きです。そしてここにね行きました。ここ通りすがりの場所なんですけど、ネイルオーラっていうのかな、このブランド。なんかね、ルームウェアとかヨガウェア系スポーティーっぽいものがいっぱい売ってて、部屋着系とか欲しいなと思って。私ね、韓国のこの生地好きなんですよ。韓国好きな人はわかんじゃないかな。このしっとりしたリブ、エロいんだよね生地が。肌にね沿うんだけどリブみたいな。これはね背中が開いてるんですよ。こんな感じで部屋着とかで着ても可愛いし、ちょっとした運動する時とかも着るよう、汗かいてもいいみたいで、これにセットアップで着るのがこのまたリブの細身のパンツになってるんですけど、下の部分がこうちょっとカットで割れていて、割とピチッとしたようなスタイルのセットアップ。普段ね全然こういうの着ないんですよ私。どっちかっていうとつないでるフォームとかジェラピケっぽいような感じとか、モコッとしたものが
多いんですけど、こう髪も黒くしたし、せっかく韓国行ったし、ちょっとこういういい女みたいなの買ってみたいなと思って買ってみました。そしてこれも買いました。これもね、ルームかな。このカサッとしてるサテンが可愛いなと思って買いました。ショート丈なんだよね。最近こうショート丈のものを買うことが多いです。ショートだけどお腹出ないぐらいの丈が。一応セットで売ってたからいろいろ買ってみました。これなんかキャミですね。旅行とかにもね、いいんじゃないかなと思って買いました。こういうシワにならない感じのお洋服大好き。これがパンツかな。素材感がツルツルっとしてる感じで。で、裾広がり。で、幅広めですね。これはさっきのと違ってゆったり履きたいなと思って買いました。こう旅行とかに今後持ってきたいなって思います。そしてこれはカンナムのなんか人気の行列ができてるセレクトショップがあって ECRU ってとこ、そこで買いました。これこうやって腰とかにパンツってこうやって巻いたりしてもいいし、いやわかんないよこれ なんだかよくわかんないの自分でも。多分こういう風にしてもいいし、なんかこういう感じしてもいいしみたいな、よっちゃんになんかこんなんつぶちゃんしか着ないやろみたいな感じで言われた洋服です。私は一目惚れでした。これはねスタンドアローンっていうところですね。メイドイン ESA、 え、どこだ、ちょっとモヘアっぽいような柔らかめのニットが可愛いと思ってコーディネートにポイントで買いました。そしてこれもあったから買っちゃった。韓国のじゃないんだけど、ラバーボーイのニット。ラバーボーイは何年か前にウサギの耳付きのニット帽を買ってたんですけど、去年くらいかな、韓国のアイドルの方たちが結構こぞってかぶっててめちゃくちゃ大ブレイクしてたんですよね。全然流行ってる前に買っちゃってて、逆になんかタイミング早すぎて逃したみたいなとこあるんですけど、このね帽子は何がいいかって、こう網目が大きいんですよね。立体的になるから、多分韓国のブランドの帽子とか割と頭がキュッてしてるんですよ。ただと帽子が大きく見えるから逆に頭とか顔がちっちゃく見える、なのでこう小顔効果があるような帽子です。白とか黒があって、で他にアイドルの方たちが被ってたのは、まあ、ウサギもだし猫耳とかもめちゃくちゃ流行ってましたよね。でそれ結構動物系の耳が多いんですけど、私は今回はこうシンプルなやつを買いました。で今回メガネをたくさん買いまして、じゃーん、ジェントルモンスター行きました。韓国で初めて行きました。最近表参道にも路面店が進出してきたぐらいすごく人気な韓国のメガネのブランドなんですけど、今回マルジェラとコラボしていて、それが大きいデパート行った時は全部完売だったんですよね。でこれを試着した時に欲しかったんですけど、もう全部ソールドアウトですって言われて、日本で買えるかと思ってウェブでも探したんですけど、結構値段が上がってしまっていて15万ぐらいに値上がりしちゃってたんですよね。もう転売みたいな感じになってたんですけど、で諦めてたら次の日に買い物行ったなんか家具が売ってるお店でたまたまあったんで買っちゃいました。はい、一つが透明のフレームの感じ、かわいい。やっぱ最近やっぱ何でも透明化したいっていう私の目標がありまして、すぐ透明なものを買ってしまうという、かわいいです。でも横側のフレームがこう黒いので、15年前ぐらいとかこう花粉用とか言われてたんですけど、最近は透明なものをかけても何も言われなくなってきました。これが黒もね、かわいいです。若干なんかレンズに色が入ってて、形もね少し垂れ目っぽい形で変わってるので、スタンダードなフレームもあったんですけど、こっちが可愛いかなって思って、せっかくコラボなんで変わってる方のフレームにしてみました。なんか仕事できそうな感じ。というわけでメガネをね一気に3つも買ってしまいました。でね、でね、ケースたちがねめっちゃ可愛いの。これがジェントルモンスターとマルジェラコラボのメガネケース。これは買うとついてくるやつです。可愛いよね。でこれキムヘキムのメガネケースで、あとね
このキムヘキムで買い物したら、なんか韓国語でもうメガネの説明されてるな、なんだろう、うんうんうんって聞いてたら、これが入ってたんですけど、開けると、じゃーん、めちゃくちゃカラーサングラスのおまけがついてる。これさ、息子と付き合って遊んでたんだけどさ、かっこよすぎん。これもう息子にいつつけんのって言われた。いつつけんだろう。これノベルティってすごくない？尖りすぎだよ。黄色いフレームとかさ、ピンクのフレームとかさあるわけ、青とか。これがノベルティってすごいな。なんか取ってね、外せるらしいから、ちょっとそのうち私服のコーディネート動画で載せるかもしれないです。似合う？どう？かっこいいよね、未来って感じで。意外と気に入った。そしてスキンケア系いきたいと思う。じゃーん、なんて読むのこれ、歯磨き粉。このね、歯磨き粉はなんかみんなめっちゃカゴに入れてて、何これみたいな感じで聞いてたら、これを使うと歯の色素沈着みたいなのにいいっていうので人気っていうのを誰かからとか、もう周りからなんかちらほら聞いて、欲しいな、買いたいなって思ったら、オリーブヤング行ったらもうみんな買いすぎて売り切れてたんですよ。で、買えないと思って、でこれなんかめっちゃ段階があって、この一番ね、黒い色が一番歯が白くなるらしくて、あと2種類、7番、15番、28番があって、私これは28番ってやつ一番多分強いのかな。これだけ売り切れてて、で諦めてたら、なんか夜行ったお店に昼行ったお店よりも安く売ってて、はい、ラッキーみたいな。これもお土産と自分と息子用に買いました。使うの楽しみです。これどんな味なんだろう。味結構大事だよね。でもよくね、紅茶とかも飲むからいいなと思って買いました。皆さん見かけたらぜひ28番ってやつがいいみたいですよ。そしてパックも買いました。最近こうなんか歯茎切ってからテレビ出る時とか顔が腫れてるとかめちゃくちゃ言われて、この辺がやっぱもたついてるなって自分でもめちゃくちゃ思うので、ちょっとこれを機に買いました。気にしてます言われちゃうから。あ、これはねリフトアップですよね。こうヒュって3、4時間このマスクをするといいらしい。以前もねしたことあるんですけど、これ結構ギュインってなるんでね、好きです。メイドインコリアやつです。次これ買いました。アビブのマスク、これはなんかねめっちゃいいよって、これまたよっちゃんにねおすすめしてもらって買いました。あとこのパッケージもねいろいろあったんですよ。緑のやつとかキーとか蜂蜜っぽいのとかレモンとかあるけど、この見た目もねめっちゃ可愛いし、成分もねすごいいいみたいで、私はこう完全にただ見た目で選びました。こう水っぽいのも可愛いなと思って選びました。鎮静効果とかあるんじゃないかしらと思って買ってみました。最近はエイジングみたいなガンガン入れ込む系ってよりも、どっちかっていうと肌を守るとか、皮膚がもともとめちゃくちゃ薄くて皮むけしやすかったりとか荒れてしまったりするので、そういう鎮静とかシカとかこう守る系のものとかをもっと欲しいなと思って今探している最中で、これ使ってみたいと思います。これも買ってみた。これね、なんだろう、針っぽいんじゃない？針と美容液でセルフでやってくる、こう炎症してるものがだんだん毛穴がこうヒューって収まってくるのかな。困ったことにね、全部ね韓国語なんですよね。韓国語読める人いるかな？ Google 翻訳とかあるんで、それがね画面で撮ると日本語に変わるんですよ。なんで旅行行った時はそれを結構見てました。敏感肌のためのシミジャブティアアンプル改善剤、200万本販売突破、最高入率1位と書いてある。美白プラスシワ改善二重機能性の化粧品、メラニン色素 60% 減少、マジ？ナイアシンアミドが入ってる、皮膚の美白。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいの買った。だってやった、使ってみます。あとね、これね、ボディ用のね、美白っぽいくて買いました。日本とやっぱさ、成分が違うよね。EGDU3X メラトニングクリーム、トリプル EGF ペプチド。見えるかな？はい。
これです。これも美白プラスシワ改善、正気失った肌にしっとりと染み込んで本来の肌光を明るく感じてくれるクリーム。これ合ってんのかな。スキンブライトニングインワンっていいよね。日本だとさ売ってなさそうな成分がいっぱい売ってる。はい、同じくイージーリューのパックも買いました。これも美白シワですね。やっぱパックがね、韓国は安くていっぱい入ってていいですよね。しかも成分がかなり良さそうでね。あとこれ買ってみた、ハリなんだけど、ハリを出すんじゃないかい。これはニキビ性肌の使用に適しています。おー、ニキビの時にいいっぽい。こうちょっとなんか赤くできた時とかにピッてテープ貼って針が入ってて、そこに多分鎮静の成分が入ってるのかな。でそれを多分つけて寝るみたいな感じかな。息子にもね違うバージョンのやつね買ってあげたら速攻つけてました。気に入ってた。あとねこれも買っちゃった、アイドルの人たちがめちゃくちゃ飲んでいるっていうサプリの方も売ってたんですけど、そっちね前買ったらあまりにもちょっと強すぎて私に合わなくて、グラってなんかね脳みそがもうおかしくなりそうな感じになって体に合わなかったんでちょっとやめたんですけど、これはねなんで買ったかというとビタミン B がいっぱい入ってて、最近私ね肌が弱り気味なのでビタミン C プラス D はいつも取ってるんですけど、ビタミン B を取った方がいいって教えてもらったのでビタミン B がポリッパ入ってるみたいなんで買ってみました。2000% ずつ入ってる。ビタミン B1、2、6、12、ナイアシンも入ってるし、今日から飲んでみようかな。はい、ちょっと強かったら速攻やめたいと思います。私これ海外製のねやつ結構合わないこととか多くて、でも一旦試したい派なんでちょっと試してみます。そしてリップたちも買ってみました。ルム&と、あとはこれ知らないんだよな、あのどこから読んだらいいのこれ、どこからがスタートダモールかな、ムールダーかもしれないもんね。ルム&はまあ日本でも売ってるじゃないですか。新作系とかあとはこう真っ赤っかのやつが売ってたので、これをちょっとすっぴんとかでもちょっとつけたら可愛いんじゃないかなって。赤いんだけど明るいみたいな感じ。今つけたのがルム&の13番グレーの見た目です。覚えておいてください。こっちがちょっとコーラルっぽいような感じ。これがね、1番。これやっぱスタンダードなね、人気色っぽかったですよ。これがね、ちょっとマットっぽくてね、可愛かったんで買いました。ブリュー？ブリューかな？わかんない。ティントですね。これはね、06番。こういう、ふわふわ系って感じですね。おしゃれっぽくね、見せたい人は結構、こういうふわふわ系の方がいいと思います。で、これがね、こっち20番と16番かな？ギャッとした赤なんですよ。濃いめなね。これ16番ね。こっちが確かね、ココアって書いてあったんですよ。なんかね、1個がね、ちょっと茶色、多分ココアがこっち。こっちなんかちょっと紫寄りな赤なんですよね。韓国ってこういう色が多いのに対して、かなりギャッとしてるダークなものがあっていいなと思って買ってみました。ちょっとこのブランド見たことないと思って買いました。あとこれ買いました。3C のポーチです。これは3回目です買うの。日本でいつも買うんですけど、中がねいっぱいね仕切りがあるのが好きなんですよ。ではここにブラシが入れられるようになっていて、私毎日のあの仕事用のポーチこれです。でもなんかもしかしたらもう一個大きいのかな、なんかちっちゃかったのかな。うん、でもこれな気もする。でもこれねとにかくたくさん入ってめちゃくちゃ便利で、黒とピンクがありました。なんかめちゃくちゃ安かったです。1000円したかしてないかぐらいで買えた気がする。びっくりした。あっちだとさ、ロマンとかのリップとかもさ本当に500円とか600円ぐらいなんだよね。日本だとさだって2000円近くとかするよね。全然値段違うと思ってめっちゃびっくりした。そしてこれ買っちゃいました、ビッグラブ。はい、これはね、アイスクリームを入れるのかな？
わかんないけど可愛くて買った。どうしてもこれを持って帰りたくて、韓国だけど買ってしまいました。やっぱこれはもう出会いなので、はい、で透明の容器にシルバーを挟んで、スプーンがちょっとハートになってる、はい、2個あった方がいいかなと思って一応2個なので、ここプラスチックだから持って帰るのは余裕でした。最悪、めちゃくちゃ気に入って買ったこんぐらいのトレーがあって、それをないって思って見に行ったらない。でもホテルで、あーこれ薄っぺらいからキャリーに入れないと忘れちゃうなーって思って違うこと考えてたら、そのまま紙袋にもしかしたら忘れて帰ってきちゃったかもしれない。最悪、悔やまれるぜ。めちゃくちゃ可愛かったから見せたかった。このぐらいのね、やつ、なんてブランドなんだろう。めっちゃ可愛かったんだよな。ちょっとまた見つかったらいつかなんかで言います。でももうないかも。じゃあちょっと気を取り直して、あとは食器屋さんでこれを買いました。ここのやつ、韓国のさブランド、ちょっとむずい。このスプーンと箸のセットを買いました。いわゆる韓国の鉄の箸と鉄のスプーンなんですけど、加工がしてあって半分から色が違くてマットなんですよ。しかもグレー系でね、この家にぴったりだと思って買いました。10セットも買ってしまいましたよ。であとこの箸置きね、箸置きもね可愛いんですよ。マットな感じでね、これもね10個買いました。うちね、箸ねあってもあっても全然足りなくて、あれこんなに人いるっけってぐらいね、気づくとこう10人20人ぐらい家にいるので、よく箸不足が起きるので、そういう時はちょっとこっちの箸も出しながら、韓国料理の時とかもこの箸で食べたいなって思います。みんなで使いたくて買いました。あとね、めちゃくちゃ気に入ったね食器があったんですよ。こうめっちゃ大きいオードブル用、こういろんなものを区切ってあって、周りがシルバーみたいな。ここメモもらった、このブランドだって。でね、この下のお店、この食器がねめっちゃ可愛かった。あのもしネットで探せたら見てみてください。私もちょっとネットで探せたら買いたいなって思うぐらい可愛かったです。最後はキムチ海苔、大好きなキムチ海苔。本当に韓国に行く人いたらもう毎回これ買ってきてほしい。本当はミョンドンに売ってるめっちゃバカでかい、なんか50個ぐらい入ってる海苔があるのね。でその海苔をめっちゃ欲しかったんだけど、なんか来た初日の一発目でテンション上がっちゃって海苔買うの忘れてて、で最終日に気づいて空港で急遽海苔を買いました。本当にこのキムチ海苔が本当大好き。これは一人でご飯食べるときいつもなんかご飯炊いてキムチだけで晩ご飯食べてます。よくまあお味噌汁作るとか、ちょっと卵を目玉焼き作るとかあるんですけど、基本この海苔と米さえあればまあなんとか生きれるぐらいこれ大好き。あんまりね日本で売ってないんですよ。食べたことないくて、キムチ好きな人ぜひ食べてみてほしい。本当に美味しいから。でもねこっちも美味しいと思うんだよね。こっちの方がやっぱちょっとね空港だからちょっと高級な感じなんですけど、だんだんねめちゃくちゃ美味しいんでぜひ食べてください。たまにねアマゾンとかにも売ってるんで、調べてキムチ韓国のりとか調べてぜひ買ってみてください。そんな感じでいかがだったでしょうか。購入動画だったんですけど、なんか思ったよりスキンケアとか買ってなかったから、なんかもっと買ってもよかったかなって思いました。今回はお洋服をめちゃくちゃ見る作業が多かったので、スキンケア系よりもそうお洋服系でしたね。次はね行くとしたらあれも行ってみたい。よくさみんな韓国に肌管理行ったりとかさしてるじゃん。なんかそういうのもやってみたいなって思った。こういう最新の韓国美容系とかもすごい気になるし、もっとこうヨモギ虫とか赤すり系とかももっといろいろ行ってみたかったなって思いました。今回は息子がね料理戻んなくちゃいけなかったからね、全然時間がなくてバタバタっとした2泊3日だったんですけど、こんなに、まあ、たくさん買って楽しめました。ぜひ Vlog も見てください。何か購入動画で参考になるものがあったら嬉しいです。というわけで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンぜひしてください。あと皆さんコメント欄にコメントぜひお願いします。いつも韓国に行ったらこれ買うよとか、こういうとこいいよとか、おすすめの美味しいものとかカフェとか
もっとご飯屋さんとかカフェもいっぱい知りたいなって思うので、ぜひみんなで情報共有できたら嬉しいです。コメント欄を掲示板みたいな感じで使ってくれたら嬉しいです。みんなで共有し合いましょう。というわけでまた載せます。以上、モサカツバサでした。バイバーイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。